金魚鉢に飛び込む金魚、そしてこれは鮭を狙うワシです。厳しい残暑が続く中、街を歩く人に涼を感じてもらおうと、鹿児島市の広場に氷の彫刻が展示されました。今日正午過ぎ、鹿児島市の天文館ベルク広場、大きな氷のブロックが運び込まれていました。始まったのは氷を使った彫刻のライブパフォーマンスです。この3本の氷を半分に割って3枚積み重ねてドリルで掘っていきます。土台を組み、ノコギリを通すことで隙間をなくし、氷と氷を接着、下書きをしてその線の通りに削っていきます。チェーンソーを器用に扱うアーティストは、実は普段県内のホテルなどに勤める料理人たちです。もともと氷彫刻でこうパーティーなんかにこう飾り、料理として飾りに使ったりとか、もともとは器として使ったりとかのところからの始まりですね。開始から3時間、ダイナミックかつ繊細で涼しげな彫刻が出来上がりました。これは川を跳ねる鮭を虎視眈々と狙うワシ。こちらの作品は金魚鉢に飛び込む生きのいい金魚、夏らしい作品です。これは波に乗って現れた人魚です。波のしぶきや鱗まで丁寧に彫られています。夏休みということもあり、家族連れが多く訪れ、子どもたちは興味津々に見入っていました。すごかった。どんなところがすごかった？作るとこ、エブリンクしてた。この、 氷はすぐに溶けちゃうから、こんな時間で、すごい作品を作れるのがいいなと思った。涼しくなりますね、本当に。はい、子どもの今感想にもありましたけれども、氷は本当に溶けますから、その限られた時間であんな緻密な作業を行っているのが本当にすごいなと、ね、子どもたちも大興奮でしたね。そうですね、こう作っている間にこう作品から滴る水もなんか雰囲気があって素敵でしたね。はい。